こんにちは、木下優香のゆるちゃんです。今日はですね、じゃん、プッチョのダッサイ味っていうのが出とるんですよ。私これもう3袋これを合わせて3袋目買ってるんですけど、これちょっと開いてますね、こっちが。なんかさ、ダッサイって私山口住んどる時にめっちゃなんか人気なお酒っていうか、全国的に人気なお酒で、山口のお酒なんですよ。山口それで、だから山口住んだ時に人からちょっと脱菜店に入れてよって言われたりとかしたことがありました。で、これはね、プッチョって結構いろんな味を今まで出してきとるんやけど、今回それが脱菜らしいんですよね。ふわりと広がる脱菜の芳醇な香り、脱菜脱菜です。脱菜の酒粕をふんだんに練り込んでるんだって。噛むたびに広がる脱菜の芳醇な香りをお楽しみいただけます。だってって、私も結構何回も食べとるからだってじゃないんやけど、そう、中身こんな感じです。こういうのがね、何個も入っとる。いや、これがね、私ね、初めて食べた時にめっちゃ美味しかったと。てか私さ、あれなんですよ、甘酒が好きやから、これがめっちゃ好きな味で、甘酒の味だからすごい美味しかった。甘酒みたいな味だからすごい美味しかった酒粕が入ってるからね。で、これね、ちゃんとアルコールがちょっと入ってるんですよ。どっかに入ってあったぞ。あ、そう、原材料に、ちょ、アレルギーやとかね、あ、ここ原材料に含まれるアレルギー物質やった。これです。アルコール分 0.4% 未満使ってあるんだって。だから本製品は酒粕清酒を使用していますので、お子様やお酒に弱い方、妊娠授乳中の方、運転時中にはご注意くださいって一応書いてます。てか、ダメですよ、お酒は二十歳になってからですよ。はい、中身はこういう感じですね。わかるかな、なんかよく見たら酒粕がちっちゃいのが入っとるようなのが見えるかなと思います。じゃあちょっと食べてみます。噛むとね、口の中にこの脱菜の香りが広がって、まあ甘酒っぽいお酒みたいな香りなんだけど、甘いから私好きなんよね。お酒の味自体はそんな好きじゃないんだけど、甘酒っぽいと好きなんよね。だからこれ甘いから、脱菜味やけど甘いから、まあ、甘酒みたいなんじゃないかなと思うよね。そうで、噛んでると酒粕のね、つぶつぶがね入っとって、それもなんかいいですね。なんか特別感があります。甘みにね、それでコクがあるんですよ。私だからこれめっちゃ好きで、コンビニ1回買って美味しいと思って、今度はたくさんあったらたくさん買おうと思って行ったらあんまりなくて、だからこれ多分ちょっと期間限定販売やから、なくならないうちに食べたいなと思います。味わいプッチョのダサい美味しいので、食べてみたい人は食べてみてはいかがでしょうか。じゃあね、バイバーイ。